皆さん、こんにちは。ニンニンです。今日はですね、私の敬愛する元ブロガーの A チャンネルのりょうさんが、電熱ウェアのレビューを上げていたので、私も使用させていただいている RS 太一の電熱ウェアの、レビューってわけじゃないんですけど、ご紹介をさせていただきたいと思います。ちなみに、りょうさんが使ってるのは、コミネの電熱ウェアでしたね。じゃじゃんと。はい、私が、電熱ウェア、購入させていただきましたセットがですね、この RS 太一の、電熱グローブ。型番とかよくわかんないですけど、プロテクターのついてるタイプの、グローブになります。それと、電熱ウェアとグローブをつなぐための電源ケーブルですかね。はい。この電源ケーブルと、この電熱ウェア、電熱ジャケットになります。はい。これなんですけれども、まず、私、いろんな会社から電熱ウェア出てると思うんですけれども、ヒーテック、コミネ、RS 太一。いろいろあるんですけれども、自分がなぜこの RS 太一にしたかと言いますと、まずはですね、もうデザインですかね。そんなおしゃれに着こなしたいとかそういうことはないんですけれども、これであれば、わりかしかっこいいかなと思うんで、お店とか入った時もジャケットを脱いで、これ1枚で歩いててもかっこいいかなとか思って、これデザインもいいなと思って、はい、選びました。あとはですね、この電熱、グローブなんですけれども、グローブなんですけど、非常にですね、やっぱり自分は、このバイク乗りながらですね、スマホを操作することが多いんですけれども、ぽーいと。スマホの操作もですね、非常に はい。操作性が良くてですね、運転しながらスマホが操作できるということで、これを選びました。他のはやっぱりタッチしててもですね、反応が悪かったりっていうのがすごく感じられたので、一番反応の良さそうなこれにしました。ちなみにこれ、マナなんですけど、モンスト知ってますかね、皆さん。マナ。トクエルついてるんですけど、これ遊撃です。遊撃トクエルマナ。もう最高ですね。せっかくなんでちょっと、今 FF コラボ来てるんで、シングルガチャ、やっちゃおうかな。欲しいのは、ユーナが欲しいです。これ全然関係なくなっちゃってるんですけどね。いきます。それ。ですね。と、操作性がいいのはこれでお分かりいただけましたでしょうか。はい。でですね、グローブのそのスマホタッチの操作性の良さからですね、この RS 太一にしようっていうのも決めてたんですけれども、実際この電熱ウェアを買うに至った経緯なんですけど、やっぱり冬場ってすごい寒いんですけど、体はいくらでも重ね着をすることによって、寒さって結構軽減できるかなと思って、今まで体ってそんな自分すごく寒いって感じたことなかったんですよ。やっぱそれだけいっぱい重ね着もしてたんで。でも手先だけやっぱりクラッチ操作とかブレーキ操作があって、グローブも何重も何重にもできないので、やっぱり電熱グローブあったら便利だなと思って、まずグローブが欲しかったんですね。でもグローブにして、モバイルバッテリーというものがあって、このグローブの中のですね、ここにポケットがついてるんですけど、このポケットの中にモバイルバッテリーを仕込んで、電源を差し込むことによって、このグローブだけであったかくできるっていうこともできるんですけども、そうするとやっぱり3時間とかしか持たないんですね。
まあ、ハイパワー、ローパワー、ミドルパワー、いろいろあるんですけども、まあ、3時間から4時間とか、そういったぐらいしか持たないんですね。まあ、1日のツーリングじゃ絶対に持たないんで、まあ、そうなると、12ボルトの電源ケーブルを使って、バッテリーから直結での、バッ直での、12ボルトの電源供給をするようになるんですけれども、そうなった時にですね、やっぱ電源をバッテリーから取ってですね、こう、コードがぐねぐねっときてグローブに来るのに、ま、またがった状態で、こう、バッテリーからこう、紐がこう来たりとかですね、まあ、あとは普段着ている服の中を通してコードを出すっていうのがなんか、結構配線するのが面倒だったんで、であればもう服自体に配線が通っている電熱ウェアも一緒に買ってしまおうかなと思いまして、電熱ウェアも一緒に買うことにしました。で、まあ配線がどうなってるかって言いますと、まあ、この服の下側ですね、ここにファスナーがついてるんですけども、このファスナーの中にですね、こういった感じで、コードがいっぱいみっしり入ってるんですけれども、電源ケーブルを中に仕込んで、このポケットのところにもう元々からついてた、ケーブルとこの電源ケーブルを接続することによってですね、この内側をぐる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 っと通って、この袖の方まで来て、ここにケーブルが出てくると。で、この左右から袖の先左右から、このケーブルが出てますんで、ここにグローブについてるケーブルを接続することによって、電熱というか電気の熱で温かさを得られるものとなっています。まあ、下手くそな説明でなかなか伝わらないんですけれども、とりあえずですよ。とりあえず、もう購入を考えている人は、まず購入するっていうことに関しては、まず間違いないです。電熱ジャケット、電熱グローブ。これはあって損ないですね。間違いないです。で、買うなら早い方がいいですね。よいしょ。もう世界が変わりますね。で、来た感じっていうのが、こういう感じですね。あ、で、サイズなんですけど、自分身長162しかないんですけど、まあ、結構小柄な感じなんですけど、M サイズですね。まあ、普段 S とかでもいいんですけど、まあ、どうしてもこのサイズがなくて、で、この下にも、まあ、1枚2枚着るんで、まあ、M サイズでいいかなと思って、M サイズで。まあ、袖がこんな感じですかね。割とぴったりですね、しますね。で、やっぱり、温まる部分が、この大地はお腹2箇所と背中だけなんですけれども、あまりゆったりして、これもりょうさんが言ってたんですけど、まあ、ゆったりしたものを選んだってりょうさん言ってたんですけれども、まあ、電熱が体に当たった方がやっぱりあったかいので、ぴったりサイズのものがいいかなと思って、自分は M サイズを購入して、まあ、運転してるときに、電熱温まる部分が体に当たってあったかいといった感じで使わせてもらっております。はい。まあ、運転するときはですね、これで直接だと、やっぱり風通しますんで、寒いんで、この上にさらに風を防風するものですね、をさらに着込んでの、運転、ライディングになります。ちなみに私が使っていますのは、このオシャンティーなシンプソンのウィンタージャケットです。上シンプソン、見えるかな？下シンプソン、上下シンプソン。シンプソンかっこいいですよね。こんな感じで、いつも街を走り回ってますんで、見かけた人は、やえお願いします。で、これで実際ちょっとバイクと接続してですね、電源の入れ方とかをちょっとやってみたいと思います。はい、ということで、今バイクを出してきたんですけれども、
そのバッテリー直結の方法なんですけれども、見えてるかな、今見えてるのかな、まあシート下にですね、忍者戦のシート下にこのバッテリーがありますので、そこにですね、この付属じゃないや、その買った時の電源ケーブルをですね、まあプラスマイナスあるんですけども、マイナスから、嘘、プラスからつけるのか、プラスをつけて、マイナスをつけると。っていう感じですかね。まあもう、ネジで締め込んでつけてるだけなんですけど、まあコードがそこら中変な行かないように、ちょっと余分な部分はこう、タイラップ、結束バンドで止めて、あとこうヒューズついてるんですけどね、ヒューズはグローブだけで使う人は何アンペアのグローブ、ジャケットだけの人は何アンペアのグローブ、ジャケットグローブを両方併用する人は何アンペアのヒューズっていうのは説明書に書いてありますんでね、自分の使い方に合わせたヒューズをここにつけてください。でコードはですね、このなんだ変なバーの下を通して、まあ、バタバタ動かないようにここも結束バンドで止めて、こうやって後ろに、座席のシートの後ろから出るようにしてます。で今のところ、まあその圧迫されて傷ついてる様子とかもないですし、1ヶ月ぐらい使ってますけど、まあ溶けちゃうだのなんだの電装系の不具合は全くないですね。はい、こんな取り付け方をしております。感じですね。で、まあグローブもこれですね、結構この根元部分見えるかな、この部分がですね、こうグローブをつけてはめてるとですね、こうグニャッとなってですね、根元部分が結構グネグネ曲がっちゃって、この付け根部分が結構損傷することが多いみたいなので、まあ取り付ける際などはですね、着装の際などにあまりここが変な曲がり方をしないような付け方をするように使用した方が長持ちするのかなと思います。もちろんこのグローブのね、付け心地、握り心地もですね、しっかり自分の手に合わせて、選んでみていただきたいと思います。自分はこれ M サイズを使ってるんですけれども、まあ、S が良かったかなってちょっと思うんですけどね。失敗。いっか。この感じでいこう。で、まあこの後ろからケーブルが出てますんで、また上がった後にですね、ケーブルを見えるかな、ケーブルを接続、見えてんの、見えてないかな、ごめんね、見えてなかったら。接続して、まずこのヘルメットつけちゃうとよく見えないんですけど、これか、この部分ですね、服の電熱2秒長押しで電源が入ります。で最初はこの赤の点滅というか赤色のハイパーモードになるんで、自分の好きな色に変えます。でこれ1秒ぐらい経っちゃうと、ちょっと正確な秒数わかんないですけど、安全装置で触っても操作できなくなりますんで、次温度変えたいときは 0.5 秒長押しすると温度が変わります。赤、オレンジ、緑、赤点滅のハイパワーっていうこの4段階ですかね。まあ、今日なんかちょっとあったかいんで緑でいきますけど、まあ、高速走行するときとかはですね、赤で一般道を普通に法定速度で走る分にはオレンジぐらいでも十分なのかなと思います。で手もですね、2秒長押し、2秒長押し、
で最初緑の点滅をして、最初赤になりますんで、まあ赤から、もう安全装置働いちゃってるんですけど、0.5 秒押してオレンジ、緑で、手も抜直の時だけこの点滅の瞬間ホットホットが使えますんで、まあ今日ぐらいはちょっとオレンジで、じゃあオレンジと赤で試してみようかな、試してみたいと思います。まあ主にこの手の甲部分にあったかくなるものがついていて、あとは指先、まあなんか絵で見るとこういう感じで電熱が入ってるみたいですね。まあ基本的にはこの風を受ける表側を温めてくれるそうです。なんでまあハンドル、グリップヒーターとか内側、温めてくれるものは以前から結構あって使ってる人多いかと思うんですけども、内側だけだとやっぱり走ってて風を受ける外ってどうしても冷たくなってしまいますので、まあ、これ逆にグリップじゃないや、電熱グローブは内側っていうのはそんな温まらないんですけれども、まあ、外が、風の当たる外が暖かければ結構耐えられるものなのかなって思います。あとこのグローブのグリップ性も、グリップ性というか握り心地もいいのでね、普通にただ電熱入れなくてもウィンターグローブとして全然使うこともできますので、でお値段1万8000円とかそんぐらいですか、普通のウィンターグローブの値段とそんな変わらずにあの電熱も使えるものなので非常にいいものなのかなと思います。まあこの太一の場合お腹と背中しか温めてくれはしないんですけれども、まあもう腕が寒ければ姿勢を低くする風を避けていくスタイルと、胸も姿勢を低くして風を避けると、まあ、そんな使い方してもらってですね、まああとは厚着ですよね。厚着して温める、体は温めると、サポートとして電熱ウェアがある。もうメインはですよ、私のメインはもう本当この電熱グローブのためだけに、はい、使ってますから、手元さえ暖かければ私は真冬でもどこでも行けます。はい、ちょっと手だけ今まで寒さにどうしても耐えられなかったので、わりかしいいウィンターグローブ使ってはいたつもりだったんですけどダメだったんでね、今年からちょっと電熱グローブデビューしてしまいました。いきなり右車線に入って、おニュートラル、ニュートラル入っていく。最近ギアの上がりは良くないんだな。最近できたケーズ電気なんですよ。自分家電買うのは結構ケーズ電気が多いんですよね。やっぱり大型家電とかその高い買い物の家電っていうのはそんな頻繁に買い替えるものではないので、ポイントついたところでポイント失効になってしまったりしてしまうんで、であればもうポイントじゃなくて現金値引きしてくれるケースが一番私のその買い方に合ってるのかなと思ってケースをよく使ってますね。はい、でもこれこの手の左右全然違いますね。やっぱ右手やっぱりちょっと指先が少し風当たってきてこう冷たさを感じるぐらいの暖かさなんですけども、冷たさを感じるといっても寒いなっていう感じじゃないですよ。でも左手はですね、もう指先までですね、もうあったかい、むしろ指先あったかい、手の甲なんて熱いぐらい赤だとあったかくなりますね。じゃあ左をオレンジにして右を青、はい、まあそのトータルバランスとかでですね、どこを温めたいとかですね、あとはデザインで選ぶとかコストパフォーマンスで選ぶとかいろいろ使い方選び方あるかと思うんですけども、どれもこれもですね、その大手の企業さんが散々商品開発をこう重ねてきてですね、世に出回らそうと、もう商品を出してるわけですから、ダメなわけはないと。どの商品にもですね一長一短というか、まあ、いい商品だからこそ世に出てるとその中で多数ある中選ぶのはユーザーさんと、まあ、それで
まあそうか、だからこそこういう使った人の意見を聞いて選びたいのに、なんかあなたの自由ですってこれ言っちゃったらもう何の意味もないと。はい、ビッグカメラ入ります。なぜなら私先日買ったカメラのですね、あのなんていうんですか、そこで降りる、先日買ったカメラのですね、キャップ、レンズを守ってくれるための先っぽの部分のキャップがですね、買ってなかったんで、今日それを買いたいと思います。あ、ちなみに降りるときにですね、これついてるのを忘れて降りてしまうとケーブルビーンと引っ張ってしまいますので、必ず降りるときにこれ外すのを忘れないようにしてください。よいしょ、まあ、こうやって配線したりですね。はい、では、まあ、レビューってほどじゃないんですけども、電熱グローブ悩んでる人は、まあ、私はもうこのスマホの操作性ですね、スマホの操作性だけを、はい、スマホの操作性という部分だけでですね、私は RS 隊長一押ししたいと思います。はい、以上ニンニンでした。また次の動画もよろしくね。バイバイ。